ようございます。今日取り上げるのはメジャー史上最大の八百長、ブラックソックス事件悲運の8人の一人、ジョセフ・ジェファーソン・ジャクソンです。スパイクが合わず素足でプレーしたという逸話からついた異名がシューレス・ジョーことジョー・ジャクソン。読み書きができず工場で働いていましたが、20世紀初頭のアメリカは野球ブームの真っ只中。様々な都市や企業で野球チームが結成され、ジョー・ジャクソンもその工場の野球チームでプレーをしていたところ、その才能を聞きつけた大リーグのスカウトの手により18歳でアスレチックスに入団します。最初の2年はチームに馴染めずマイナーリーグでしたが、クリーブランド・インディアンスに移籍してからの活躍は凄まじく、新人最多安打233本など一躍人気者となりました。1915年、シカゴホワイトソックスに移籍後は11年ぶり2回目の優勝に貢献し、その先の未来が開けたかに見えた直後に悲運が待ち受けておりました。わざと負けるように手を抜いたと言われている八百長疑惑のある試合、ブラックソックス事件です。メジャーリーグ最高のレフトと言われ、ベーブルースが打撃フォームを参考にしたというジャクソンが本当に八百長に関わっていたかどうかについては未だに分かっておりません。というのも、八百長のあったワールドシリーズでジャクソンはノーエラーに両チーム最高の打率3割7分5厘を残し、チーム唯一の本塁打を放つなど、とてもわざと負けようとしている打撃ではありませんでしたが、バックホームへの暴投や本気の彼なら5割を打っていたという周りからの主張もあり、難しい判断となっています。八百長疑惑で法廷に呼ばれ、裁判所から出てきたジャクソンに一人の少年ファンが、嘘だと言ってよジョーと叫んだ時、ジャクソンは、ごめんよ、どうも本当らしいと答えたという逸話も残っています。1951年12月6日、テレビで自身の無実を主張するはずでしたが、その前日に心臓発作で死去。真相は藪の中となったのでした。現在もジャクソンの人気は高く、復権の嘆願も多いものの、ピート・ローズと共に現在もアメリカ野球殿堂の審査対象となっていません。八百長をしたかどうかは別にして、素晴らしい選手だったことは事実であり、映画フィールド・オブ・ドリームスにも登場するほど、その人気は今も不変なものとなっています。大リーグ史上ルーキーとして4割を打った最初で最後の打者で、生涯打率3割5分6厘と大リーグ史上3位の記録ながら、野球の殿堂はおろか大リーグ選手の公式リストからも抹消された悲劇のヒーロー。その新人最多安打記録を90年ぶりに塗り替えた一郎によって、ジョー・ジャクソンにまた光が差したのは、日本人としては何とも感慨深いものです。32歳という若さでメジャーリーグから永久追放されたシューレス・ジョー・ジャクソン。いかがでしたでしょうか。いやー、野球って本当に面白いですね。I love baseball! ご視聴ありがとうございました。これからも頑張って更新していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね。それではまたお会いしましょう。